話題作がついにドラマ化。寝て起きて仕事をする、それだけの毎日。ルーティンな毎日を送る癒し系上司と彼を慕うツンデレな部下。野添さん怖いんでしょ、恋愛するのも昇進して新しい仕事任されるのも。野添さんには楽しくなってもらいたいんで。うまい、想像の100倍うまい。それは良かったです。スイーツ巡りをきっかけに近づく二人。なんでおじさんを取るのよ、可愛いスイーツを取りなさいよ。職場の上司ってだけで今後も優しくできるかな。野添さんは俺にとってただの上司なんかじゃありません。すごく特別な人です。野添さんが好きです、死ぬほど。俺はもうすぐ40で、彼はもうすぐ30で、俺は男で、彼も男で。すいません、普通の上司と部下を続けさせてください。オールドファッションカップケーキ。